おはんは、宇野千代による日本の長編小説。また、これを原作とした、テレビドラマ、映画、舞台作品、宇のの代表作の一つでもある。1942年、ジョ璃ルリの取材のため、徳島県に訪れていた宇野は、天狗級を中心に取材を行い、人形師天狗役基地を書き上げた。 その時に取材をしていた一人の男性の話をもとに、作品の着想を得る。1946年、戦時統制で解散を余儀なくされていた、自身の会社である、スタイル社が、産業経済新聞社社長、前田久義の支援もあり復興する。1947年12月、休館していた、帰館し、文典が復刊し、同時に連載が始まるが、 1949年7月に第4号をもって文典は廃刊となった。翌1950年中央公論6月号より再掲載され、1957年5月号までの8回の連載で完結した。連載が完結した翌月の1957年6月1本にまとめられ、中央公論社から単行本が出版された。直後から、 大きな反響を呼び、批評の神様と呼ばれていた小林秀夫が褒めたことで、分断的評価が決定的になった。同年12月に第10回ノマ文芸賞、翌年には第9回女流文学者賞を受賞し、1961年にはドナルド・キーンの英語役によりアメリカやイギリスなどでも発売された。晩年のインタビューで、うの自身、本作が自分の 最もよくできた作品であると語っている。以降、数回にわたり、舞台化、映像化されている。岩国市交通局が運行している、オハンバス前述の通り、着想を徳島で得たことから人物が話す言葉は、泡弁で描写されているが、舞台は、宇野の出生地でもある、山口県岩国市で、作品内に登場する地名や建物は、岩国に実在するものがある。 1985年、国際ソロプチミスト岩国の認証5周年、記念事業として紅葉国公園にご飯の日が混流した。碑面には作品内の一節が刻まれている。2003年11月から市内観光の増加などを目的とし、岩国市交通局によりご飯バスが運行している。バス車内では初版本やうのの障害などが紹介されている。は、 町の芸者、おかよと知り合い、親しい関係となる。妻のおはんはそのことを知り、実家へ身を退ける。7年後、町で偶然おはんと出会い自分に子供がいることを知った幸吉はおはんとやり直すことを決めたのだが、1960年8月14日に、フジテレビ系列の100万人の劇場枠で単発放送。 キャストスタッフ1978年1月2日から同年1月23日までテレビ朝日系列のポーラ名作劇場枠で放映された。全4回。キャストスタッフ1984年10月6日公開。配給は東宝。東宝放画系のチェーンマスターが千代田劇場から日劇東宝へ移行後の第一作であり、同館のオープニング上映作品となった。 第8回日本アカデミー賞で多くの賞を受賞している。1985年4月に VHS 化、2008年11月に DVD 化している。1998年1月2日から2月28日、芸術座新春特別公演、おはん。ありがとうございます。